ああ、もうすっかり暖かくなってきましたね。まだ早いんじゃないですか。うん、いやでも今日はめっちゃ暖かかった。お昼間は暑いよ、うん、俺はこのズボンを履くっていうのはもう暖かくなってきたっていうことね。ああ、山から引っ張り出してきた。でもなんかそれもさ、結局南のじゃないみたいな、なんかなんなかったっけ。ちょっとだーい、待ってたー、よしよしよし。ちゃんとカバン全部パチられてんだよ。来たぜ来たぜ。こいも。何それ。え？フライトジャケットっていう。飛ぶん。飛ばない。通気性とかも良くて、バッグとしても意外と入るっていう。流行り。めっちゃ便利。わかんない、流行ってるかわかんない。え、うん？流行ってないのにつけてんの？かわいい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 。すごいね。流行ってるやろ。すごい。うん、買いましょーす。パスタ。いや、その君たちが頼んだやつ。何にも入ってない。え、あれは？気の利かしたもんないの？気の利かしたもん。ごめんごめん、気の利かしたもん。可愛いこの。いや、あの、いや、その、まあいい。かっこいいなっていけない。ちょい間違えたら。なんで？大丈夫だよ。大丈夫。うん。可愛い。いいのこれって。ご飯チキンパスタ。数的に。いや、これじゃあ俺らが頼んだやつ。ああ。うん。バーガー1個ずつ頼んだ。オッケー。うん、あ、ちょっと待って。新作のね。新作。ちょっと待って。やばい感じする。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。一口あげるわ。ゲームしましょう。俺はこれを今からチャーハンにします。いやもうそのゲームの最初からもう全然大反対。で、そのチャーハンにしたやつ、どれがどの種類かっていうのを当てましょうか。高崎のだけじゃダメなの。そうだよ、いつも食べてるって言ってた。俺のもダメだし、やんねやったらもうみんなでやりましょう。いやでもなんかかっこいいわ。そんな余計なことしなくて、弱い者いじめしてない感じかっこいいわ。でもご飯初めてだね、ライスバーガーね。そう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 。え、味方？いやそれ味方だし、この人それは味方だよ。だって被害ないんだから。被害ない時は味方。俺はいつだって弱い者の味方だよ。弱い、嘘つけ。嘘つくな。よろけてる。ただ嘘つけてる。キジマがよろけてる。普段怒らんやつの怒り方して。打ち切れちゃったよ。あぶねえ。流れで舐めた口聞いてたな今。今のは気持ちいい。ちょっとフライトジャケット脱がないし硬いの謎だな。意外と俺しかされてないのかチャーハンには。ノジーの料理ってチャーハンにされたことないっけ。チャーハンにされたことはないけど、台無しにされたことはいいけどってなんかある。これもし、キジマの分も買ってきてこういうことになってたら、普通に密着できてた、冷静に。うん、できてた。うん、ほんとかっこつけてないか。いや、帰って食えばいいじゃん、マックなんて。明日食えばいいじゃない。カメラ裏でこんなんやっても伝わんないし。今食べたいだろ、食べたいものって。食べたい時にそれを食べたいんだよ。佐々木くんに頼んだぐらいだったんだぞ。でもうちの家はマック禁止だったからさ。何歳まで？大学まで食ったことなかった。じゃあ高校生の時とかさ、友達とマックとかでさ、はしゃいだりとかしたことなかった？したことないね。普通になんかバスケットゴールで遊んでた。だからってそれだけじゃないだろ。この流れはなんか友達いない流れかなって思って、先に阻止しようかなって。そういうとこちゃう、友達おらんの。お前全然こっち側について。いやでも俺友達選ぶもん。俺の味方してくれるみたいけど、俺は選ぶもんな。多分私じゃなくていいで。気まずい気まずい。全然気まずい。有利じゃ無理。気づけば喧嘩ばっかりし。マジでチャーハンにしてるよ。え、カップ麺は？カップ麺もほぼない。牛丼チェーンも大学まで食ったことなかった。よくこんなでっかくなったな。確かに最近のことか。菓子パン。菓子パン、あー一番良くないやつだ、菓子パン。菓子パン一番良くないやつ。なんだっけ。いや違うのよ。いや中学の時に俺ひょろがりだったんだけど、一個上にくしびきくんっていう、めっちゃかっこよくてがたいも強いサッカー部の先輩がいて、その人が夏とかさ練習きつくて食が喉通らない時あるじゃんみたいな。あるね、めちゃくちゃ。そういう時は菓子パンを食った方がいい。そしたら体でかくなるよって言われて、ひと夏菓子パン食ったらこうなった。
マジでやばいよ。くしびきしない。え、うまそうこれ。まあそんなことでもない。どれ？このご飯の部分。これ見てうまそう。いやでもなんかいや食ったらうまいもん。ジャンクフードみたいな。ジャンクフードみたいな。まあまあでも元がうまいからね。はい。うん、邪魔だよ、お前。こっち料理してんだよ。びっくりした。邪魔なんだよ。ごめんごめん。ごめんね。ごめんごめん。でかくてしょんぼりしてるやつきついな。大丈夫。そんなことないよ。そんなことないよ。きつくないよ。なんか今日工程変だもん。うん、なんかちょっと地練りに時間変わっちゃって。そんなこれ、工程が変わった。工程まあ、でも木島がその密着してカメラ回ってる時はこいつもあのかかるから木島くんのせいみたいになってる。木島のせいもあるよ。煽るもんね。木島ずっとあっち側の人間だもんね、基本的には。こっち来んな、あっち来て。自分を大切にしてくれる人と一緒にいなよ。大丈夫だ、ああ見えて大切にしてくれるよ。え、俺らは実は興味ないみたいな感じありそう。じゃあ実は興味あるってこと？素直に受け取りない人の気持ちが。止まった、止まってるカメラ。うん、止まってるよ。ごめんね、君さん。止まってるわけないだろ。そんなチャーハン作ってる。ああ、解けよお前。いやまあ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 、美味しい美味しい。はうまいよ。ライスバーガーだから、うまそうだね。ご飯も入ってる。まあまあまあ、でもなんか前は米が入ってなかったから。ここで普通のマックは食べれない感じ？まあ食べれない、あんま食べれない。あと木島いたらもう格で食べれない。まあ今日は食べれそうだったけど一瞬。じゃあ今度は真っ当に食べてな。声の威圧感すごく怖い。普通の怖い怖い。真っ当に食って真っ当なレビューしてなんちゃう？うん、いや全然そのこれで、これでちょっといじめられてるの俺がすごい弱いです。あ、言われたって思っちゃった。それはひどいだろう。え、あれで平坦作ろうとしてんのめちゃめちゃコスパ悪くね。意味わかんないもんね、その穴開いてるやつでやってる。わー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 うわ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 さあどうかな。おお、いいっすね。これは3つ分でこの大きさ。うん、マジちょうどいい大きさだな。全工程完璧でしたよ、正直今回。自信あり。自信ありますね。タイトルは？タイトル、イソローがハンバーガーをチャーハンにした。チャンネルタイトル取りじゃねえわ。タイトルね。お前そんなんじゃねえわ、お前。なんて？お前ハンバーガーの名前だわ。いただきまーす。いただきます。ライスバーガー2個とパンのバーガー1個っていう、このバランスよね。確かに。割合がね、いいね。インド南食って。確かに。確かに。まあ、柚子が効いてるわ、うん、あんなに調味料入れたのに柚子ってことはもう香るレベルじゃねえな、この柚子の強さ。どうですか？いや、美味しいじゃないの、しむちゃんは。うん、今選んで食べてる。ちょっとお行儀悪い。お行儀悪いとかもう大丈夫よ。全然お行儀悪いですよ。ごめんね。全然謝ったらいいですよ。おこげの部分が美味しいからもうちょっと焦がしても良かったかもしれないですね。おこげとかもっと次行かせてもらえば。でも手が先はおこげがうまいっていう固定概念を言ってるだけやろ。おこげはうまいと思ったことはないやろ。むちゃくちゃまとえてそう今。得てないよ、得てないよ。いや全然得てないよ。本当？そう、あ、うまってなったのか。あ、これおこげじゃん。ちょっとカリってなったから、うん、これうまってなったからもっとおこげの割合多くてもいいなっていう提案。あ、うん、なった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 よ。しかもあれだよ、そのこれ もっとよくしようっていう話だからさ、生産的な話に対してさ、シャーはさ、部下辞めちゃうよお前。でもネズミ入ってたらそいつは俺辞めさせたいな。大丈夫大丈夫、俺は犬だぞ。
従順ってことね。ペット、うん、そう、いろいろな言われたけど、え小星さんのびっくりしちゃった。ちょしょんな。ちょしょんな血の時に糸ピュー、糸ピュー。もうダメだ会社、お前の会社ダメ、倒産、完全に倒産、もうダメ、完全に。豆板醤入れてないの？辛さとかね、もっとあっても。入れてあんま量が。豆板醤入れたよ。じゃあ見つけられなかったんじゃなくて、辛さがもうちょっとあったらもっと美味しいかなって、豆板醤もっと入れたらいいかなっていう。え、分かってるよ。分かってるか。じゃあごめんね、今ずっと意味わかんない感じで怒ってて。うまいっすか？しょっぱい。あ、まあ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 、しもちゃんがしょっぱいと思うやつに豆板醤ぶち込みたい。いや、しもちゃんは健康志向、ヘルシー志向なんで、体にいいもので、まあ、こっちはお酒とか飲みながら味が濃いもの、うん、まあ、それはもう相性だから、それは別にあの、うん、相性が悪いってこと。俺としもちゃん の、うん、あの食の相性、もしかしたらあのその日によってはね、お酒飲みたいハイボール飲みたいな時にしもちゃんは無理ちゃで ゆっくり食べたいって言ったら相性が悪いかもしれない。そういう時があるかもしれない、うん、でもまあ今日に関しては別に同じ前職だけ、まあまあまあ、でもそれは別に全然、それはもう思うもんね、感想、そのマンツーマン落語ね、常にやってるわけ。常に、まあ別に全く別に食べたわけじゃないから、全然めっちゃ受けてる、それは。友達にライブ来てくれって言われて行ってみたらマンツーマンやった。きついな、かわいそうに。やだね、うん、よし、楽しくしよう。はい、オーケー、盛り上げとこー。はい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 、リンゴが5つー。はい、リンゴが4つー。はい、リンゴが3つー。はい、リンゴが2つー。はい、リンゴが1つー。はい、はい、リンゴ0。ボンバー、ボン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 バー。はい、明日何食べたい？何食べたい？やっぱめでたいし、タイ食べたい。はい、明日何食べたい？はい、やっぱり暑いし、タイ食べたい。はい、明日何食べたい？明日タイ飯食べたい。はい、キジマのは特に気にならない。はい、はい、タイ食べたい、全員でタイ食べに行こう。どこ行く？タイタタイタイタタイ食べたい。タイタイタタイタイタタイ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 。通りつ重視の板にしたい。じゃあじゃあじゃあお前いらないよ。俺抜けるぜ。一ニョッキ、二ニョッキ、四ニョッキ。え？三ニョッキ。反省会。めっちゃ楽しみだね。めっちゃ楽しい。いや、そのやばいっすね。すごい。やばかったっすね。ワクワク感あったっすけどね、最初。すごい。えげつなぐらいもんなかったっすね。どうしたらよかったんやろな。めっちゃ見てよ、この。ロジックの問題やと思うねんな。すごかった。ルールを綺麗に作れなかったっていうのがちょっと違う。確かにね、うん、確かに遊びどころのあるルールを作れなかったっていう、うん、リンゴ減らしていくゲームがヤバすぎたな。確かにね、やばかったですね、うんうん、リンゴが5つー。はーい、リンゴが4つー。はーい、リンゴが3つー。はーい、リンゴが2つー。はーい、リンゴが1つー。